絶えずこのツーストライクを早く取って、そのフォークボールあるいはその速い球で、まあ、的を絞らせずにこう打者に向かっていくというね、一番いい形にこう投球がされているというところにもなかなか難しい状況ですよ、オリックスとすれば。11個目の三振です。福澤さん、はい、この三振の時にね、ものすごい歓声なんですがね、今あの樋口選手がちょうど出てきたんですがね、親指立ててね、やりますよって笑ってるんですよ。あ、そうですか。それからね、はい、先ほど小花コーチがちょっと出てきましたね、今日のイラブの良さって聞いたんですがね、例のあのかかとを上げる部分が、はい、あのまあ元のフォームに戻したわけですよね。それがこれあの森さんに伺った方がいいかと思うんですが、体重移動の時間が非常に長くなってですね、はい、相手も打つのが難しいんではないかと、うん、それからあの投げ終わった時ストレートなんてこう一塁側にパッとこう傾きますね、体が、はいはい、今変化球ですからですが、はい、でそれはね、投げる時にそうなるのは困るけども、投げ終わった後は全く問題としないという、言い方をしてましたね。森さん、かかとを上げることで体重移動、この点はどうなんですか。まあ、あの今高山さんがね、あの言われたように、そのいわゆる体重移動を、まあ、それためができるということでしょうね、はい。出ました、初ヒット。ノーヒットノーラン、記録は破れました。福澤さん、はい、小花コーチが今走っていきますがね、はい、ヒットが出た途端にね、パッと立ち上がってね、マウンドに行く準備しましたね。ただイラブとすればね、悔やまれると言えばこのストレートでじゃなくしてカーブをね2球続けたんですよね。8番の小川でした。気持ちが上がります。初ヒットは小川に生まれました。